第37回プライムタイムエミー賞はテレビ芸術科学アカデミーが主催するエミー賞の一つで1984年6月1日から1985年5月31日までにアメリカ合衆国でプライムタイムに放送された優れたテレビ番組に贈られる賞である受賞式は1985年9月22日にカリフォルニア州パサデナにある パサデナシビックオーディトリウムで行われた。司会はジョン・フォーサイスが務め、アメリカでは ABC が生中継で放送した。主要部門以外のプライムタイムクリエイティブ、アートエミュー賞は先行して9月21日に発表された。主要部門の最多ノミネートは、チアーズの11部門で、ヒルストリート・ブルースが9部門、ジョケージ、キャグニーレイシート、セントイルスウェアが7部門と続いた。 主要部門の最多受賞は、ジョ・ケイジ、キャグニーレイシーの4部門で、コスビー賞と、Do You Remember Love が3部門と続いた。受賞者は、各項目最上段に、太字のものである。なお、各個は、アメリカ国内での放送権を持つネットワークであり、制作は異なる場合がある。数字は、主要部門からの後継で、プライムタイムクリエイティブ、アートエミー賞は含まない。 数字は主要部門からの合計で、プライムタイムクリエイティブ、アートエミュー賞は含まない。ありがとうございます。